皆さんこんにちは。今回はスキルリリースについて説明していこうかと思います。スキルリリースっていうのはこの地下迷宮っていうのをその100層をクリアするとできるようになるやつで手に入るもので、使い捨てのアイテムみたいなものなんですよね。地下迷宮の敵を倒すとね手に入るんですけど、スキルリリースって手に入るとこのアイテム欄、所持アイテム欄のこの一番最後の方に表示されるんですけど、こういうスラントリリースとかなんとかリリースって書いてあるやつがあって、この例えばこのゴングリリースだったらゴングってソードスキルの技名ついてるやつにつけられるんですよ。例えば、片手直近で言うとこのねテンペストリリースっていうのをこれつけてみます。これクローニビーターキリトっていうスキルを持ってるんですけど、これロックテンペストっていう技名なんですよね。これをちょっとあのメニューステータスプレイヤー装備って言ってこれ装備できるじゃないですか。でこれ装備するときにこういう画面が出てくるんですよね。テンペストリリースを持っている場合で、ここで使うを選択するとここになんか青い丸ポチがつくんですけど、装備中はほらここ画面の右下の方かな、このスキルパレット、あごめんなんかちょっと切り替えちゃった、ここのねスキル上から2枠目のとこね、水色の丸ポチがこれついてると思うんですけど、これがそのスキルリリースつけてるよっていうマークなんですよ。でこれそのついてる状態で使うと光るんですよね。試しにボアごときにこれリリース使うのマジもったいないんですけど、ちょっと使ってみますね。多分光る、あそうそう光った、あれあちょっとな、あれモーションオフにしてたかな、あやべ、オフにしてたじゃあもう一回ちょっと見てみるか。これ攻撃したら、あなんか変わんないか、なんかとにかく光ってるんですよね。でこれやるとこういうね効果テキストの通りにねそのスキル威力が上がるんで 400% とか、このスキル威力ってここのスキルレコードの 1112% ダメージとかこういう書いてあるところの何パーセントダメージっていうやつですね。で一度このこれそのセットするときにこの使う使わないって聞かれてセットすれば、ずっとねこのスキルリリースがなくなるまでこの青ポチがついたままで使えるんで、使い続けられるんで、スキルリリースの所持数が0になるとってここ書いてあるんですけど、0になったら自動的にこれ使わない設定になるんで、でやっぱそのスキルリリース持ってるの0になった後にもう一回地下迷宮行ってスキルリリースドロップしましたって言ったらもう一回ね装備し直してつけないといけなくなるんですけど、なくなるまでずっとねこの青ポチ ついた状態なのままなので、装備セット登録とかするとその使うか使わないかっていう情報も全て保存されるんで、セットチェンジっていうのかな、メニューステータスプレイヤー装備っていくとここ装備セットってここ右下あるじゃないですか。これでその装備するときに、これテンペストリリースこれついてるんですけど、このままちょっとセット登録してみます。でこうやって一旦全部外してみてもう一回このセット登録したやつ装備してみますと、これ丸ポチついてますね。もう本当それだけなんですよね。使い捨てで威力上がるっていうだけなんで、あとは注意事項くらいですね。そのコネクトに連結してるやつはそのスキルリリース使えないよとか、そう最近俺ギルドバトルイベントっていうのをちょっとやったんですけど、これですねギルドバトルチャレンジっていうのをやったんですけど、これなんかいろいろハンデとか自分でつけられるんですけど、そのプレイヤーがアイテム使用不可になるみたいなハンデがあって、これでやった時にそのスキルリリースがこの場合使えないっていうのが判明しました。スキルリリースセットして使ってもなんか数が減ってないみたいなことを聞いたんで、多分使えないと思います。そういう場合もあるっていう感じで、あとは小春とかアシストキャラもそのスキルリリース使えないっていうだけで、大体そんな感じですね。とにかく地下迷宮をやって、なんていうの？やってっていうか、地下迷宮でモブ倒して、それで得たスキルリリースを、使えるよっていうだけで、ただこれをわざわざ取りに行って、その周回に使うってなると、結局その周回とか、リリース取りに行く時間とか全部含めて、総時間数的に、結局その、なんだろうな、効率が悪くなるというか、リリース取ってる時間含めるともっと周回時間長くなるじゃんみたいな感じがあって、効率面で言うと
まあなんかリリース行かないで普通リリースこういうの通りに行かないで普通に周回した方がいいじゃんみたいな感じがあって、そう日々の周回のためにつけるっていうのはそういう人はあんまりいないんですけど、本当になんか強いボスとか倒しに行くときはスキルリリース使う人もいて、まあ、31層とか79層とかこの動画撮ってる時点では、まあ、そういうのねつけていく人もいて、まあ、あとはやっぱ上の階層のダンジョンとかもね使う人いるんですけど、まあでもやっぱね熟練とか全部カンストしちゃうとあんまり行く気起こんないと思うんで、やらない人が多いと思うんですけどね、そのカンストしちゃったら。まあでもやっぱ持ってるとどこかでは使うと思うし、まあ始めたての人はねその効率とかじゃなくてねなんか楽しいとかっていう理由でね使うっていうのもあると思うんで、その高いダメージ出て楽しいとかもあると思うんで、まあ別に取るなとかそういうことを言っているわけではなくて、まあどういう時に使うのがいいのかっていう話ですね。まあ、スキルリリースについてはまあ大体そんな感じですけど、まあこれ俺が書いてるこの攻略サイトでこのスキルリリース、まあ、これですね、この対象ソードスキル一覧ってやつで、まあ、結構あのパッと見で分かるようにしてあるんで、まあ、これあの載せ忘れてるやつあったら教えていただけるとありがたいんですけど、まあ、こういう感じでねあのすぐ効果とか見れたり、まあ、どれが対象かとか、まあ、すぐ分かったり、まあ、これ霧雨さんが運営しているサイトに飛ぶようになってるんで、まあ、ちなみにこれ俺のサイトじゃないんで、あの俺が運営してるサイトじゃないんですけど、まあ、許可もらってこのサイトに飛ぶようにしてあるんですが、まあ、こういうのねすぐ効果見れたりして見やすいようにしてあるんで、まあ、よかったら見てもらえればと思います。ご視聴ありがとうございました。